スタートしました。出遅れた4番キネオダンサー、そして大きく14番起きてすぐ飯、出遅れています。まず先行争いは10番福の鳥行きます。外には13番競泳ダルクです。あと3番手外15番レッドウォーリアー追走しまして、内からは1番ベルプラージュ、相手間にディアジースターです。名称開門上がっていきました。あとは1馬身差、中段の前には内から2番のドリームティアラ、差を詰めていきました。さらに差を詰めていった4番キネオダンサーの体勢です。そして外からは12番コスモ水葉の目、3コーナーをカーブしていきます。あとはカンタベリー剣、内からは4番キネオダンサーがいて、外は半馬身差8番マイネグラティア、3馬身下がって追走する6番アルバート、内からは7番のコスモディクシーの体勢です。後方からは11番のトライアゲイン追走しまして、あとは14番の起きてすぐ飯という体勢です。各馬4コーナーを迎えます。先頭は10番福の鳥です。 600m 通過、外には13番競泳ダルク、第4コーナーをカーブ直線コースに向かいました。競泳ダルクわずかに先頭か、内は10番福の鳥、これから 400m を通過します。レッドウォーリア3番手、内に入ってきて1番ベルプラージュ、4番手差を詰めてくる。あとは横に広がりまして、追い込んでくる2番のドリームティアラ、坂を上がった。さらにはディアジースター、大外から追い込んでくる8番マイネグラティア、坂を上がって 200m を通過した。横に広がっている、わずかに先頭13番競泳ダルクか、間から2番ドリームティアラ、大外から8番マイネグラティア、マイネグラティア、マイネグラティアが先頭合流、マイネグラティアです。